竜様からの招待状。修行はしばらく休んで心身を癒してこいって。どうして急にそんなことを。それに南の島なんて、私何をすればいいのかな。のんびり本を読むのもいいね。学校、里のみんなには見せられないな。この時間、大切にしたいな。気持ちのいい空気、なんだか大胆になっちゃうな。大丈夫かな。綺麗なんだろう。してても体は動かさないとね。これも修行になるのかな。
きり楽しんじゃおうかな。楽しかったな。なんだか元気になっちゃった。あ、そっか。私、きっと修行で無理してたんだね。オーナーさん、ありがとう。でもね、竜様の名前で私を騙すのはもうダメよ。